こんにちは、あつしです。今日の天気は晴れ、気温は25度。今日は漫画について話します。皆さんは日本の漫画は好きですか？どんな漫画を知っていますか？よく海外の方から名前を聞くのはワンピースとか、ナルトとか、進撃の巨人とかよく聞きます。私は漫画がとても好きです。大好きです。本当に小さい時からいろいろ読んできました。大人になってから読んでいるのは、例えばキングダムとか宇宙兄弟とかゴールデンカムイ、ブルーピリオド、ドラゴン桜、インベスター Z、ブルージャイアントとか昭和元禄落語真珠とか、ちょっとマニアックなものもありますね。私が漫画を好きな理由は、単純に面白いからと、そしてとても勉強になるからです。漫画を読むことは本を読むことに似ていると思います。小さい時は面白いだけで読んでいましたが、大人になると漫画を読んでいろいろ新しいことを知ったり考えることも好きになりました。皆さんはどんな漫画が好きですか？よかったらぜひ一緒にレッスンで話しましょう。それでは。